えー、どうも、えー、遊びの大学学長のトラちゃんです。ということで、あの、久しぶりピース、久しぶりシャンシャンしております。えー、こうやってな、あの、実写の動画で、おめえらに話すかけるのは久しぶりだと思うんだけど、まあ、まあ、シャンシャン言ってっけど、あ何が言ってかっつうと、あの、LINE のスタンプな、あの、常々、コロゴロ、常々コロゴロだかわかんないけど、まあ、常々言ってた LINE のスタンプ、えー、第3弾がついに完成いたしやしたけど、えーた、完成したけど、あれな、 あの申請した。申請して申請待ち。申請するとあの3日から4日、30分から40分。なあの、申請のそのタイムラグっつうの、ね、あのだからよ、今回も怪しいスタンプがいくつかねえか、ちゃんとしたスタンプ多いから、な、チョコミチーとか前みたいなチョコミチーとか言って、あの、な、LINE の方からちょっとそれ使いませんよ、トラちゃん、それ使、すいません、トラちゃん。 それはちょっとあの、申請おりましんから、しんましぇんとか言われる可能性があっから、ちょっともうちょっとしばしお待ちよっと話な。え、ほんでもって、え、まあこれからちょっとトラチャンネルな、YouTube トラチャンネル、ちょっともういい、うトラチャンネルでテ i クトックな、遊びの対学トラチャンネルのテ i クトック、あの、定食革命、え、シュントラの方でも、まあ、あっちでもちょっと面白い企画いろいろやっていこうかなと思ってて、まあ例えばな、あの、思っきり生トラちゃんっつうのな、な、あれ、 あれあんのミノモンタ。ミノモンタがやってた昔の,あのトラモンタっていうのでよ。トラモンタでやってみようかなと思ってよ。なんかあの、コラボなコラボ。コラボっつってもよ。知らねえ人とコラボはもうしねえんだよ。俺。ピース。<laughs> あの知らねえ人と一回コラボしたことあるの、ね、よ。ギャルの姉ちゃんと変なジンベイ来た金髪のギャルの姉ちゃんとコラボしたときあって、その時にお説教されたのギャルの姉ちゃんに。な。トラちゃんが適当にコラボ申請出したら、そのギャルの姉ちゃんが来てよ。 あのー、あんまり、あの、知らない人同士の、えー、え、ラブとかちょっと、マジ勘弁 <laughs> ウィースとか言われて、それトラちゃん、あ、ごめんね,ごめんねー、ごめんね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 、つって。すげえなんか緊張しちゃってトラちゃんもギャル好きだったんだけど、あの初めてギャルとコラボしたら緊張しちゃって、はい、キュンです、つうことで。だからよ、あのー、だからあの、今後は、ええー、 コラボは、カメラが動いてる、カメラがだんだん下に動いてる重みで。まあいいけど、あの、な、そういうこと。だからコラボしてきます。コラボっつっても、あの、な、コラボしてる人とかいたらコメント書いてくれ、コメント欄に。な、コラボしてる人、おめえらの中で、な、視聴者の中で、な、視聴者とかおめえらの中で、な、あの、もう、まあ、いつも見に来てる人からがいい,いかな、変な人でも、あと、よく必要になっちゃった。まあ、コラボする中であの、必要な、必要事項言っとくと、あれ、 えー、まず禁止事項は、まあ、あの変なこと言わねえっつうのは当たり前だとあと出しちゃいけねえもん出すやつとかたまに一回そんなもん出して食べたつのとあと顔は絶対出すのはうめなけマスクつけるかマスクつけてサングラスつけるかもうあの好きな調味料とかあのライブでするときにあのカメラ反対にできるから。 カメラ反対で好きな調味料とかなんか好きな映画とかそういうのそういうの映しながらそういうなんかパッケージ映しながら、えー、トラちゃんに質問トラちゃんの好きな映画なんですかとかトラちゃんの趣味は何ですかとかトラちゃんに質問な人生相談でも何でもいいそういうトラちゃんのあの教えてトラちゃんっていう企画をやっていこうと思うライブでな教えてトラちゃんつトラちゃんと話してみようっていう企画これなやってみようと思いますそれだったらいいんじゃねえかと思うコラボで知らねえ人とコラボはいい つまんねえと思うけどな知ってる子さんのメンバーとだったらあのトークしちゃって面白いだろそれ1人5分ぐらいで1人5分ぐらいでシャンシャンシャンしゃ喋ってよなんか盛り上がりそうだろだからそういうのやっていこうと思うからみんなお前らなんかそのなコラボしてとかこう,いうこういうコラボしたいとか言ったらあの書いてくれコメント欄にコラボしたいとかこういうのあ面白そうとかあったらなあとこういう企画やってほしいとかいあったらシャン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 、えー、もこみじてくださいピース。あしゅ